クロドミラ島は、ロシアトベリ州のバル大丘陵のセリゲル湖に浮かぶ、島現在では、風光明媚な観光地として人気があるが、かつてこの島には、生物兵器の開発やドイツ人たちが、隔離収容されていたという歴史を持つ。1946年末に、ドイツで V2 ロケットの開発に携わった技術者たちと、その家族たちが収容された。彼らは、鉄条網で囲まれ、 24時間監視下での生活を強いられた。ただし、待遇は同じ職位のソビエト人よりも高額だったとされる。ドイツ人技術者たちはここに設立された2-88の支所で G-1 をはじめとする複数の V2 ロケットの発展型の開発を進めたものの、どれも実用化されず、それらの先進的な概念は、 ソビエト人たちが独自に開発したとされる開発した他のロケットに導入された。1928年にソビエト政府は皇帝液を研究するために生物学研究所を創設した。研究所の創設に先立ち島に居住していた僧侶たちが立ちのかされ、反対する僧侶の一人が見投げして以来、この湖の周辺に幽霊が出没するという地元の伝説がある。 現在入手可能な断片的な情報によれば、創設された機構は、皇帝液や他の致死性ウイルスの軍事的な用途の開発と同様にワクチンの開発を行っていたとされる。1932年に皇帝液に対するワクチンを開発してこの問題に関する国際会議を開催して、ドイツとフランスの科学者が出席したと伝えられる。別の資料によれば1935年頃、 以降、皇帝液、ハンセン病、ペスト、ヤト病などの病原体の実地試験を行っていたとされる。ありがとうございます。